私知らなかったです。山手線に終点があるの。山手線ってずっとぐるぐる回ってるんだと思ってて。後ろ向きアイドルって変わってますよね。これからどんどん前向きになっていくんで応援してください。こうやって歩いてると街がつながっていく感じがしませんか？確かに。